にちは、しょうです。今回はね、これね、何に使うかっていうと、今度ね、この2021年の、11月の末にね、また GB サーキットさんにね伺おうっていうことで、そこのレースでね、この 4WD バディバギーがね、なんか必要になっちゃうってことで、ちょっとね、ホットショット、スーパーショット、オプティマ、トップフォースとかちょっといろいろ考えたんですけど、ちょっとね、あの高低差のある本コースをね、当時物を使うのもちょっとあれだし、トップフォースもね、いただき物だしってことでね、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、これ以外にもね、DF03 があるんですけど、あれね、部分的にちょっと DT03 にね、パーツを食われちゃってるんでね、どうしようかなと思ってたら、あ、そうだ、これがあったと思って、これなかなかね、シャーシ自体は素性が良さそうで、ちょっとね、そのまま、購入後取ってたんですけど、まあちょうどね、いじりたい部分っていうのがね、これ少しだけ私あったもんだから、まあついでに楽しめるんじゃないかと思ってね、今回これを新たにね組んでみることにしました。ということで、これ開けた記憶もあまりないですけど、ちょっとね開けてみます。よいしょ、オープン。おお、そうか、塗装済みだな、ボディはね。だからまあみんな同じような感じにしかならないんですよね。ということで、とりあえずはね、組み立てって言っても、これ多分特にね、そんなどうこういうようなことがないので、ちょっとねサクサクっと組み立てを行って、とりあえず走らせてみようかなと思ってます。本当に初めて開けた感じだな、これ。これね。ただ今回、とりあえずね、まず最初に組んじゃうのが、これね、もう毎度おなじみのタミヤのね、ボールベアリング。まあこれ以外にも850サイズが確か必要だったんで、それもね、一緒に組み込みます。で、いつものようにね、これグリスはちょっと抜いた形で、またね、今回組み込みを行ってみます。あとはダンパーが、これこのね、特徴的な黄色い CVA ダンパーがついてるんですけども、もうこれは使わずにね、タミヤのバギー用エアレーションでとりあえず組んでみようかなと思ってます。あとはまあこのタイヤもちょっとまずい感じがするんで、これはね、もう六角ハブに変えて、普段使ってるね、オイルタイヤを使ってちょっと走らせてみようかなというふうに思っていますんで、とりあえずはね、組み立てを行ってみます。ちょっと何かね、お伝えできるようなことがあればね、改めてね、この動画の中に差し込んでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということでね、少しだけ準備してみました。これ何の部品かっていうと、このね、リアのギアボックス関係ですね。トリセツで言うと、この6番までに大体使われる部品をとりあえずね、こんな感じで用意しました。樹脂パーツの方は、これあんまり気になるようなバリはなかったんですけど、一応まあバリの確認をして、この B パーツっていうやつですね、こっち多分これ材質のせいだと思うんですけど、ちょっとねバリが多かった。ただまあこれ機能的にはね、バリが、その細かいバリがあっても、まあそんなに影響はないかなと思ったんですけど、一応ねバリは取ってあります。あとはギア関係ね、この辺も少しあのバリが、このベベルなんかがね少しバリがあったんで、その辺をきれいにして、金属パーツね、金属パーツの方は一応これ脱脂をした状態です。でこの状態でねさっきの、グリス抜きをしたベアリングを使って、このねリアのギアボックスの組み立てていこうと思います。それとね、さっき気になるところが一つあったって言ってたのが、これなんですよね。実はね、以前これグラスホッパーの4読をね作ろうっていう時に、いろんなタミヤのね純正のこのサスアームをね、取り寄せてみて、触ってみてたんですけど、これね、見ての通りなんですけどね、このどでかい開口ね、でこの K
華奢なフレームっていうようなこの作りで、実際これ材質の問題もあるんですけどね、すんごい柔らかいんですよね。このぐにゃ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 した感じ、もしかしたらなんかこれに狙いがあるのかなっていう気もまあするんですけどね、ちょっとここはねおいおいオリジナルのねパーツに置き換えていこうかなというふうに思ってます。まあアッパーもねこういう固定のタイプなんで、この辺もね調整できる通常のね、ものに交換していこうかなというふうに思ってますけども、今回はねこれまあどんな様子なのかね、味見するためにこのね純正の、アーム類を使って組んでみますということでね、ちょっと多分飛んじゃうと思いますけどね、組み立ての行っていますということでね、やっぱり一気にちょっと完成しちゃいましたね。特にね冒頭言った通り、いろんなことはやってないんですけど、ギアボックスに関しては、いつものね、グリスは使わずにこのねフッ素オイル105でデフギアには、タミヤのねアンチウェアグリスを使ってます。でこれも言った通りね、タミヤのバギー用エアレーションとりあえずつけてますけども、このダンパーステーがねこんな感じなんですよね。ということでこれはもう後々作り直そうということなんですが、フロントはねもうダンパーの長さの関係でね取り付かなかったんで、これちょっと何用か分かんないんですけど、なんかタミヤのねもしかしたら201かなっていうなんかオプションパーツらしきものがあったんで、もうそれを加工してとりあえずつけました。もう全くとりあえずね純正のダンパーステーだとストロークがなかったんで、まあ、とりあえずはなんか動くぐらいにはなったかなっていうことで、まあ、この状態でね一度走らせてみようと思います。あとはねオプションパーツって何組んだかな、あこのちょっとこれ見えないんですけどね、ここの中にねサーボ本サーボセーバータミヤのね、ダイレクトサーボセーバーをつけようと思って持ってきたんですけど、これがまたねちょっとこの下にね出っ張りすぎちゃってて、収まらなかったんで、これもねちょっととりあえず加工してつけてます。いいのか悪いのかはねちょっと走らせながら、様子を見てみようかなということでね、このねワイパーなんかもなかなか可愛らしい作りでね、組み立てながらすごく面白かったんですけど、ほんとタミヤのね 4WD のバギー、ホットショット系しか多分私組んだことがないので、すごくなんかね洗練されたホットショットを組んでるような感じで、組み立て自体はねすごく面白かったですね。こんなカバーなんかもねついてて、ただまあバッテリーね本当はショートリポをなんとか乗せてやろうかなとも思ったんですけど、この辺がねなかなか綺麗な穴が開いてるんで、この辺はどうしようかなと思ってますけど、今回はねとりあえずまあ様子見、もうシェイクダウンみたいなもんなんで、これでね一回走らせて、あモーターはね一応タミヤの GT チューン積んでみました。まあ、これにリポバッテリーで、そこそこパワー的にはね、遊べるぐらいにはなるんじゃないかということで、最終的にはねちょっとどうするか分かりませんけども、今回はねとりあえずこの状態で一度走らせてみようと思います。はい、それじゃあねコースやってきました。久しぶりですけどね、こんな感じでまあまあ草生えちゃってますけど、車の方はねやっぱりちょっとこのリアもねダンパー自体の長さが長いんで、このねショックタワー、ダンパーステイのね高さがやっぱりもうちょっと欲しいかなってとこで、車高がねちょっと落ちきれないような状態なんですけど、まあねそれでもインプレぐらいはできるだろうということでね、ちょっと走行させてみたいと思います。ちょっとね余計なステッカー貼っちゃいましたけど、その辺はね個性ということでね、見ていただきたいと思います。それじゃあ行ってみます。路面の方はねかなりドライですね。ちっちゃく感じるな車が。
ということでね、1パック弱走らせてみたんですけど、なんか様子がおかしいということでね、止めてみましたけど、わかるかな、ここね、なんかおかしなことになって、こっちはこんなことになっててね、何が起きてるのかっていうと、割れちゃってるんですね、もうすでにサスアームのこのね、ちょうどこの輪っかのこっち側、穴が開いてる内側、ここは綺麗にここで切れちゃってるような感じで、右も左も同じような状況ですね。さすがにね、心配してただけのことはあるかなっていう感じで、サスアームはとりあえずね、前後とも作り直しですね。でこのとりあえず簡易的に作ったね、ダンパーステーもちょっとね、もうちょっとしっかりしたものにして、リアもね、それに合わせて、さっき言ったようにね、ちょっとこのショックのね、長さが長いもんですからね、車高の関係もうまくいかないってことで、これをねこの辺ちょっとまた作り直して、リアもね同様にこのササアームね作ってみたいと思います。ということでね、どれぐらいのペースでちょっとできるか私も分かりませんけど、なるべくね詰めてやっていきたいと思いますんで、ぜひねまた次回もお付き合いください。